てくれてどうもありがとう。後ろの前のこの取り扱い説明書を読んで、ずっと悲しく優しく扱ってね。言っても好き返品交換は受け付けません。ご了承ください。急に不機嫌になることがあります。馬鹿に気に入っても答えないくせにもっとか怒ります。いつもごめんね。でもそんな大きな恋ずいたこと付き合ってあげましょう。定期的に褒めるカメラ持ちします。それが綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ていて you